皆さんこんにちは。こんにちは。いつもマップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ本日はこちらのレンズをご紹介するということで、はい、ソニーの FE85mmF1.4GM2 のご紹介です。先日先行レポートでもご紹介したんですけれども、今回は実機が来たということで、こちらのレンズを使って触ってもいいですか？もちろん。本当にあの先行レポートの時からもう魅力的なレンズだなっていう風に紹介させてもらってたかと思うんですけれども、さらに深掘りしていくということで今回は、はいはい、今回はですね、1型と比べて2型がどこまで進化したのかという点を深掘りしていきたいと思います。はい、4つのポイントに絞ってお伝えしていくんですけれども、1つ目が外観であったり質量の変化です。2つ目がオートフォーカスの性能についてです。3つ目が描写力です。4つ目が動画撮影でどのぐらい使えるのかというところを見ていきたいと思います。いや、どの項目も譲れないポイントになりますよね。そうですね、どこまで1型と比べて進化したのか気になるところだと思うので、ぜひご覧ください。では外観から見ていきたいと思います。こちらがGM2 2型と GM の1型になるんですけれども、並べてみるとサイズ感がもう違うなというのがお分かりいただけるかなと思います。重量がですね、2型の方が 642g となっておりまして、1型と比べると約 20% ほど軽い重量になっております。 20% ってかなり大きな軽量化になっていますよね。そうですね、数字で見ても大きいなと思うんですけれども、実際に手に持ってみると本当に軽いなというのが第一印象で、うん、使ってみると分かると思います。なんかもうパッと見でここのレンズの太さも全然違いますよね。そうですね、2型の方がよりスリムになっているので、実際にボディにつけた際にグリップがしっかりしたボディにつけても、グリップ握ってもレンズに当たらない、指が当たらないような作りになっていて、とても使いやすいなと思いますね。ボディに装着した時ももっとバランスの良さが生み出されて撮影しやすそうですよね。そうですね、1型と比べると2型の方がフォーカスロックボタンが1点追加されているので2つついてますね。やっぱり2個ついてると機能を割り当てすることもできるので、より撮影の時にスムーズに撮影が進むかなと思いますね。他フォーカスの切り替えスイッチなどは継承されて、はい、はい、継承されている感じですね。フィルター径も同じ 77mm で、もともと1型使ってた方でも2型に乗り換えてもフィルターをそのまま使えるというメリットがあります。ではこちら2型の方ですね、全体ちょっとぐるっと見てみたいと思います。はい、先ほどお伝えしたフォーカスロックボタンが2点と AF と MF の切り替えスイッチ、アイリスリングのロックのスイッチですね、あとはクリックのデクリックとクリックオンのスイッチがついております。全体的には初代を継承しつつ、ここのフォーカスロックボタンが追加されたっていう形ですね。そうですね、もともと結構使いやすい作りになっていたので、うん、そこが継承されていたっていうのは嬉しいポイントかなと思います。今回ですね、ソニーの α7-4 につけて GM の2型と1型いろんな点を比較してまいりましたので、動画と写真とともにこちら見ていきたいと思います。まずはじめに AF の速度について検証してまいりました。はじめにご覧になっていただいているものが1型のオートフォーカスです。こちら3つのポイントに絞って、オートフォーカスタッチで操作しているのですが、ご覧になっていただいている通りしっかりとオートフォーカス効いております。ただこの2型ですね、驚きの速さでオートフォーカス合わせてくれまして、もうつかみが早いっていう印象が一番強かったです。2型の方は XD リニアモーターが2機搭載されてるっていうことで、 AF のスピードが約3倍速くなっているっていうことは知っていたんですけれども、やっぱり比べてみると差が歴然ですね。あと迷うっていうこともなくて、前後にフフっていうその迷いがなかったのがとても快適な撮影ができましたね。映像を撮ってもらってたんですけれども、はい、1型と2型比較してる時に、1型の時にタッチでこう AF 合わせてると結構駆動音気になったなっていう感じはしたんですけれども、使ってていかがでしたか？やっぱり聞こえましたか？そうですね、2型の時は本当に無音だったんですけど、1型の時になるとちょっとレンズが頑張ってる感じがしましたね。そうなんですよね、もう離れて撮影してたんですけど、それでも聞こえるぐらいだと、撮ってる側には本当に結構大きな音で、結構1型使ってる方でその駆動音が気になる方多かったと思うんですけれども、今回その駆動音がどれほど変わっているかというのも検証してまいりましたので、ちょっと音をお聞きください。
こうやって比べると大きかったんだなって思いますよね、駆動音。そうですね、比べてやっぱり分かりますよね。それに比べて全く音がしないんじゃないかっていうぐらいの2型の完成度、素晴らしいと思います。いや、進化しましたね。では3点目の比較なんですけれども、こちらのレンズを使って描写力を見てまいりました。 85mm というとやはりポートレートレンズとして使っている方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、スタッフにモデルをお願いして撮ってまいりました。1型と2型の写真を見比べていきたいと思います。ポートレートの写真なんですけれども、手前に植物を配置して前ボケにして写真を撮ってみました。1型と2型比べてみて、どちらも綺麗な描写だなと思うんですけれども、前ボケが馴染んでいってモデルの邪魔をしてないなというのは2型の方かなと感じましたね。とてもナチュラルな描写で、ポートレートを撮る際にナチュラルな表現を好んでいる方は2型使いやすいんじゃないかなと思います。なんかこんなに私綺麗に写ってるっていうのは、なんかレンズの構成に秘密があったりするんですかね。実はそうなんです。こちら2型のレンズには XA レンズを2枚レンズ構成に含んでいるので、クリアで抜けのいい描写ができるということで、写真もよりクリアになってるんじゃないかなと思います。全てはレンズのおかげだったっていうことですね。比べてみたポートレートの写真で、後ろにライトが玉ボケの形になっているものがあったんですけれども、玉ボケの形は1型と2型比較してどんな感じなんだろうと思いまして、玉ボケ単体でも比較してみました。画面の中央部にあると本当に静遠なんですけれども、やっぱり周辺部に行くとちょっと欠けてきちゃうんですけれども、まあ、そこはちょっと使い方によってという感じですかね。画面周辺って言っても本当に端っこの方に行かないと欠けなかったですよね。そうですね、本当に中央周辺だったら丸が綺麗でしたね。広い範囲では丸の綺麗なボケ楽しむことできます。ボケの輪郭の線なんですけれども、いわゆる年輪ボケにはなっていなくて、スッと丸になってますよね。綺麗な輪郭を描いてボケてくれてましたよね、はい、こちらのレンズ使ってみてですね、ちょっと意地悪なシーンでも撮ってみたいなと思って、逆光でどれぐらいゴーストやフレアが抑制されているのかっていうところもちょっと比べてみました。1型と2型比較してみたんですけれども、どちらもその意地悪な条件だとゴーストやフレア出てしまうんですけれども、1型の方がフレアの色が青っぽくて、2型の方は対して虹色っぽくなってましたね。この違いっていうのはコーティングの違いなんかもあるんでしょうか。そうですね、1型はナノ AR コーティングが施されていたんですけれども、2型はナノ AR コーティングの2が施されていて、そこもブラッシュアップされてるっていうことですね。そうですね、そこの違いが色に表れているのかなと思います、うん、本当にでも2本ともそのフレを出すためにカメラマンがすごい葛藤するぐらい結構時間かかりましたよね。結構もう見つけるのが難しくて、それぐらいだったので、普通に撮影している場合はそこまで気にならないポイントだと思いました。逆光の写真を撮る際なんですけれども、長時間太陽にレンズを向けてしまうとセンサー焼けを起こしてしまう恐れがありますのでご注意ください。レンズフードもついているので、こちらでフードでしっかり守って撮影楽しんでください。オートフォーカスの性能をぐんと向上したということで、こちら動画も撮影してまいりました。そちらもぜひご覧ください。まずはじめに初代の方をご覧になっていただいております。こちらも気にならないかなっていうふうには思うんですけれども、やっぱり比べてしまうと2型の方がより画角の変化抑えられているなっていうところわかると思うんですけれども。そうですね、はい、やっぱり並べてみると違いがわかりますよね。フリージングの画角の変化が少ないとやっぱり動画撮影でも役立ってくれるので、動画に使いたいなと思えるレンズはやっぱり2型かなって思いました、はい、撮影してて1型と2型回した感じって違いってありましたか。そうなんです、ここの違いは大きくありまして、はい、私個人の意見としては2型の方は割と軽い印象があります。初代の方が少し重い印象がありまして、うん、こちらが初代です、ね、そうですね、ああやっぱ回してみるとやっぱ違いますね。ここもレンズの重さに比例するのか、初代の方が少し重い印象があります。回した時にピントが合うスピードっていうかラグとかありましたか。タイムラグの方が初代の方は少し感じられたんですけれども、2型の方だと全く感じられなくて、合わせたい部分にも目で見て
指で動かした分だけバチッと合ってくれるっていう。やっぱり回した時にタイムラグがないと撮影してる時にも思ったところにすぐピントを合わせられて速応性が上がってますよね。そうなんです。続きましてスタッフにモデルになっていただいてキッチンで動きのある撮影をしていきました。こちらの AF の追従も初代ももちろんしっかりと追従してくれてはいるんですけれども、ここも比べるとやはり新潟の方が細かい画面周辺部になりますと外れることもなく追従してくれたっていうのが大きいポイントですね。はい、やっぱり AF で追い続けてくれると動画撮影楽ですよね。そうなんですよね。やっぱりあと何より音がないっていうところが一番大きいポイントかなっていうふうに思います。動画回してる最中に駆動音とか入っちゃうとちょっと使えないなっていうこともあるので、絵だけが使えても意味がないっていうところ、そういうシーンあると思いますので、音も一緒に使いたいっていう方にはやはり新潟の方がおすすめな一本になってます。では今回 85mm の GM1 型と2型比べて検証してまいりましたが、はい、やっぱり比べると1型と2型の違いがより際立つなと感じました。今回やっぱり比べないとわからないところがたくさん発見できたのでとても良かったなって。やっぱり1型の描写はもともとすごく素晴らしいなって使っている方も多かったと思うんですけれども、その描写以外の点ですね、 AF だったりその AF 時の駆動音であったり、そういった1型使っていた方の不満点が解消されているというのが2型だなと思ったので、1型使っていて重さだったりそう AF だったりがネックになっていた方には2型が待ち望まれたアップデートされているんじゃないかなと思いました。やっぱり8年分の進化がここに詰め込まれているというのがあるので、はい、ぜひ感じていただきたい一本になっています。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介しました商品については概要欄に記載しておりますので、ぜひそちらをご確認ください。マップカメラ YouTube チャンネルではこういった新製品のレンズやカメラのレビューであったり、季節ごとの写真の撮り方の動画をアップしております。ぜひチャンネル登録をお待ちしております。今回使用した 85mm の GM2、ここが良かった、気になったなどございましたら、ぜひコメントや高評価でお知らせください。マップカメラは公式 LINE アカウントもございます。こちらお友達登録と ID 連携していただきますといち早くお得な情報をお届けすることができますので、こちらもぜひチェックをよろしくお願いいたします。お願いします。マップカメラが運営するフォトシェアリングサイト everybodyphotographer.com では皆様からのお写真の投稿をお待ちしております。こちら初代の GM のお写真もご覧になっていただけますし、これから新潟のお写真も投稿をどしどしお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。この 85mm 私はポートレートしかないと思ったんですけど、はい、何撮りたいですか？やっぱおばあちゃん家のワンちゃんとかも、おばあちゃん家のワンちゃん、そう